清武でしょうか。スローイン、これは深いところまで来た、折り返してシュート、2点目を取りました愛媛 FC。 決めたのは小島シュート。今庭のプレーも良かったですよね、はい、あそこで体投げ出して折り返して、それに対して前向きの小島シュートが入ってくると、ここですね、体をうまく預けて入れ替わって、そうですね、完全にこのキンボムヨンの対応がちょっとね、あの集中力が欠けたようなねプレーになってしまって、